こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はまあ楽しいゲームをしたいなと思って。うん、ええー、めっちゃええやん。さらば青春の光さんのチャンネルで5分の4クソ映画ってやつがあるんですよ。はいはい。うん、人気やな。大人気はある。そうそうそう。5本紹介してもらって、うん、そのうちの4本がクソやねんけど、うん、まあ概要を言われて自分で選んで、うん、それを見てくるっていう。そうやね。クソの映画を見ないといけない、うん、絶対に、はい、これちょっと改良して、うん、5分の4クソ AV。 なるほど、なるほど。チャナが、うん、AV すごい好きなんで。いや大好きです。はい、だいぶ博士なんで、はい、もうそのチャナに5本今日は持ってきてもらいました。はい、チャナえりすぐりの、はい、もう全部いいやつなんですよね。マジでいいっす。えっ、いいの？マジでいいっす。チャナからしたら別にもう最高の動画っす。うん、でも世間的にはちょっとそうですね、受け入れられてないやつも何本かあったり。悔しい。そこだね。悔しい。あるらしいみたいな。これやばそうやね。長いからな、なんだかんだ。いやそうよね、結構な映画ぐらいあるよ、ものによっちゃ、うん、時間ぐらいで、それでさらばさんはもうそれ見てくるだけなんやけど、うん、俺らも、まあ、AV やから、うん、ちゃんとしこってきます。なるほどね。もう今日選んだやつを、うん、もうチャナがリンク、はいはい、送ります。送ってくれるんで、もうそこから購入してもらって、うん、もう実費でね、それは、うん、で、抜いてきてもらう、うん、なるほど。で、また明日集まって、はい、感想を述べ合うという、うん、はいはい。だから今は、チャナさんが5本提示してくれたやつを、はい、まあ俺ら3人で選ぶ。うん、もう行きますか、いつでも。行きます。あ、もうエロいなおい。博士、ちょっと今はダメですよ。服きたね。じゃあもう早速、はい、お願いしていいですか。はいはい。いやーもう結構えりすぐりのいったから。あーマジ、うん、だからそれちょっとやばいってお前。いやいや、ほんマニアックなとこあるもんな、チャナって。あ、まあ確かにな。まあまあまあ確かに、うん、でもまあちゃんとこうジャンル分けはできるようなものを、あ、はい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 、なるほどね。足したようなやつね。お、いいよ。うん、じゃあ1本目から。はいはい、はい、ネトライ系。めっちゃいいやん。めっちゃいいっしょ。ネットで系で人妻なんですよ。あ、めっちゃいいよ。人妻のネトラレ系。おいおいおい。でまあ旦那さんの、うん、同僚の方。あ、まあ同僚。そう、旦那さんの仲いい人。めっちゃいい。とちょめっちゃうっていう奥さんがね。ちょめっちゃう。ちょめっちゃう。で、うん、この見どころ、うん、これを伝えたくて。うん、はいはい。これがめちゃくちゃプレーの豊富さがすごいっていう。単調じゃないです。いろんなプレーを、もういろんなんで楽しませてくれるんだよ。そうそうそう、見てる人。そう、なるほど。で結構あの男の人も多いから、旦那さんが結構人脈広い方で、うん、こういろんな、そうなんですよね。ようあるわな。ようある、ようあるやつ。結構、結構ある。そんな変なもんじゃなさそうな感じ。外れる要素見当たらんっていう、うん、そう。で、まあ、ほんまその、連れてくる人、連れてくる人が、うん、こう、いろんなプレイ仕掛けてるから。うん、はい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 。ほんま足したよ。もう、おもちゃとか。うん。もう、SM 系とか。めっちゃええやん。うん、それで、奥さんがどんどんのめり込んでいっちゃって、あら、開発されまくってみて、めっちゃええやん。これですね。一つ目。もうだからハッシュタグその動画につけるとしたらもうむちゃくちゃ多いんや。多い多い多い。ジャンルがもう。ネトラレ、うん、SM とか、放置プレイとかもあると。放置プレイも入ってくる。かっこいいっすよこれ。いいや、これはおすすめです。マジ、はい、おすすめ。それ借りた。いいですね、うん、はい。これが今1本目、はい、1本目で2本目、うん、今回ちょっと、ロリ系を、あ、用意させてもらいました。ただ、ちょっと今、あーって言ったね。僕ちょっとまあ、ロリーはそんなに、はいはいはい、うん、言いたいことは分かるんですよ。ね。僕ももういっぱい見てきてますから、うん、その、ちょっとロリーはっていう人のために、うん、緩和させておきました。ロリっぽくない女優さんですね、でも、これ。なるほどな。設定としてはロリなんですけど、ロリってそのどんぐらいの年齢聞いていいですか？そうね、言えない。言えない。言えないんよ。これ言っちゃうとっていう感じ。あ、そうなんよ。基本的に、うん、ロリは何歳ぐらいなこれ、うん、
まあ、だ小学生中学生もあるし、うん、すごいな、そういう体型を選んでないってことだよ。そう、ああまあまあそれやったら、なるほど、あの体型に興奮せんが、ね、はい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 、僕やったな、大人っぽい人が、ロリを演じてるっていう感じ。そんなんもあんねや、はいはい、これの見どころ、見どころ、これめっちゃいいっす。あの感動するはあのちょ、それよう分からん、いや分からんと思う、見たは分かんねんけど、そのロリがすごい性に積極的なんや、うん、というか、うん、気づいていくって感じか。ああなるほどね、勉強的な、そう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 、徐々に、うん、ちやなそれ、成長、うわ、うん、で結構複数の女の子がロリってます。ほー、だから単体作品ではないってことや。そうそう、もういっぱいおるから。これがいい、そういう方が外れなさそうな感じする、ね、だいぶいいヒント、いいヒントですよね。ありがとうございます。あれ結構おもちゃ、これも使ってます。おもちゃ押すな、はい、めちゃくちゃ水分多めっす。水分多め、水分多め、それだけ。フラッシュマウンテンですか。結構な水分っすね、これは。マジか。はい、3つ目、これね、地上系用意しました。おー、地上系、はい、地上で、うん、3人、はいはいはい、3地上っす。4P ってこと？そうです。あ、同時？同時っす。あの攻め方が見どころっすね。攻め方？日常界のプロや。いやもうプロってなるぐらい、こんな攻め方あんのっていう。はい、なるほど。 M 心を、そう、だいぶくすぐられるな。それめっちゃええの？めっちゃいいっす。ド M とか、まあ M 系ある人、地上に興味ある人もこれ一択。いやまああるっすよね。ちょっと手上がっちゃうな。いや、俺もあ、どっちかっていうと、いい、そうっすね、M、好きっすね、 M が好きっすね。あ、そうなんや。これだけよしてください、はい、圧巻の肉体美です。圧巻の肉体美えぐいやん、もうこれはいいです。もうハズレないやん。ないんすよ。ないの。3人全員圧巻の肉体美ですから。5分の4クソやで。クソです、持ってきてます。分かってる。今のところクソがあるってことやもんな。はい、あります、あります、あります。世間で言うな、はい、チャナはいい。俺はもう大好きやけど。で、4つ目、今回は、素人用意させてもらいました。それは、はい、全員好きやろ、はい、素人 KV ってでもまあその結構ピンキリやけど、まあまあそうやな、当たりから外れ、それが結構多いのはあるな。ないな。で結構俺素人系で重視してんのが、うん、はい、ほんまに素人感ある感じ。素晴らしい。なるほど。そう、さすがやな。そこやね、リアリティを出せてんのかっていう。そうなんですよ。なんか素人系の AV ってさ、うん、スマホで縦画面で撮ってほしいよね。あ、分かるわー。リアリティで、うん、あとあのショッカーの覆面とかいらんよな。いらない、いらない、いらない、あれマジで。定点とかされたらもういらんよな。あれもうやる気やんやるな、はい、作品やんってなるからな、うん、そう。でこれ、素人カップルです。カップル、はい、素人カップルを、4組ぐらいおったかな。めっちゃいいけどな、うん、でもシチュエーションとかもこれ完璧で、うん、生活感そう、まるまる、素人やなそれ。で声なんですよこれ。え、だいぶしこいっすこれ。しこい、声がしこいっす。声しこい、はい、でも目つぶってでもできちゃうぐらいの、うん、マジかっていう声っすね。怖いな、怖いな、怖いな、怖い、不倫に聞こえちゃうわ。そう、しこいってお前変すぎやって。いやいや、しこい部分ほんまに AV 女優の方は結構エロく見せようとする声出すの分かる、うん、あー、分かる分かる、確か結構大げさな感じ、うん、あれ俺嫌いで。はぁ、なるほどね。素人系なら特にな。そこがそのこの素人感ある声なんですよ。でも4組ぐらいおるわけやろ。おる。全部まとめてもいいと。そうね、まあ一番おすすめ4組目かな、まあ、最後の、が一番良かったっすね。ラストね、ラスト5個目、ちょっと異質なんすけど、もうクソそうやな。もうクソそうや、そうやな。ドキュメンタリー系です。密着系、女優さんに。そうです、うん、プロフェッショナルの AV 女優みたいなことや。うん、そやな、そやな、うん、うん、それです。頑張ってるなぁの目線になっちゃいそうやけどな。それこそ感動とか、あ、感謝とか、はいはいはい、一気にね、これ人間性を見せられる。いや、そやんな。そう、うんうん、表でそうこの感じやけど、裏の時こんな感じなんや。いや、分かるわ。いいな、いいんすよ、うん、そそるな、その人の声は。ま、だから同級生が AV 女優になった感じ。いや、その感じやな、ほんま、うん、これがしこいっす。そっか、はい、これしこいっすね。いいよ。結
構だから厚みがあるね、 AV としての。厚そうやな、そう、それは単純にセックスしてるだけじゃないから。何分ぐらいいや、でも1時間ぐらい割ったんちゃうかな。1時間割るか、この5個かな。ありがとうございます。うわー、まあまあ、なんか聞きたいこと追加であれば。確かに。プレイが汚い系とかですか？これないです。ない？はい。あ、それでかいですね。ないです。ちょっとその下品な、なるほどな、うん、あ、そっち系で便とか、あ、なるほど、なそういうのがあんな嫌やな。すぐ行く、なんそこ行かんのは気持ち悪い。選ぶやんけ、じゃあそれでって言ってもらえんか。それがあるのかと思って聞いたかった。いや、それ熱像やめろ。4人のカップル、はいはいはい、4組の素人、はい、素人一緒のようなプレイを毎回見せられてなのかなっていう。あ、ちょっとつまらないっていう感じ。それはないと思うな、うん、結構その女の子の種類も違うし、うん、パターン、そうそうそう、うん、やっぱこう清楚な人もおれば、あら、結構ケバい人もおるし、ちょっと嬉しい。一本で4本分みたいな、うん、4カップ。そのお得感買いたいな。ありがとうございます。俺5番目はいいよね。今だいぶいいなと思ってる。そそられてる、うん、はい、女性が俺は好きそう、その女性のことは。じゃあ女優さん名前言いましょうか。え、はい、名前覚えたらあかんちゃうかな俺。ね、清純派系の、うん、あの阿部美加子さんっていう人。知ってるよ。阿部美加子やん。あ、もうもうほぼそういう、似てるっていうのでな、そうそう、一時期やってたやん。そ、はい、そういうのありなんや、 AV 界結構多いっすよ。へえー、はい、寄せてないな、うん、え、マジで。はい、ほんま。おすすめですからね。はい。え、俺なんか当たり臭い。え、選ぶで。いや、だからもうな、全部俺の中ではマジで完璧なんで。でもまあ一応あんねやろ、世間的に。まあまあ一応世間的にはありますけど。じゃあ僕いいっすか、いいっすよ。これ買わなあかんねんな、値段もな、まあまあ、作品としてちゃんと。お前 5？ いや俺いほんまに5いでいい？全然っすよ。え、マジで絶対外れじゃないからな。マジですよ、阿部さんなの。そんなすごいんよ、阿部さん。いや、むちゃくちゃベテランやな、言うても。はい、じゃあ5番。はい、ありがとうございます。じゃあロリー行ってみようかな。2番。そのおすすめのされ方、ロリあーってなる人へ勧めるっていう、うん、はい、に行きます。2、ロリ、ありがとうございます。見てみます。はい、またこれをじゃあ今日、はい、一戦交えてきて、うん、堪能してください。これマジで全部見なあかんねんな。見てください。見た方がいいもんね、ちゃんと AV としてな、はい、堪能してほしいです。はい、行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃあまた明日お願いします。はい、会いましょう。会いましょう。結果発表。いや、よかったっす。ヘラヘラしやがって。いや、最高の作品選んでくれたから、みんなが。誰から言ってますか。一番腹立ってるが俺だって。お前のこと。お前のチラッと聞いたけど、こいつあかん。言わしてくれ、ほんまに。そのほんまに、俺から言っていい。ロリやねんけど、俺が選んだのは。いや、最高の映画や。俺聞いてない。映画言ってた。AV や。最高の映画やろ。ちょ、マジで。そのハズレの中でもハズレかも。ちゃうよな、なんか。チャラに AV ちょうだいって言って、リンクポンって来た、そのリンクのサムネで、うん、あ、もう終わったと思って。あ、そうなんや。見して。見したろか。これよ。いやー、電波ジャングル。すげーすげーよ。ジャングル島が電波に。そうそう、250個の電波で作ったジャングル島。めっちゃええやん。いや、おもちゃ使ってますって言いましたよ。いや、知ってたけど、その使いすぎやろ。そんなにいらって。めっちゃ良さそうやん。その、しかも言ってたんが、うん、ロリ、うん、ロリすぎない、そうそうそう、体型もな。そうそうそう、まあまあ確かにそのロリすぎないではあってんけど、うん、なんか思ってたんは、うん、結構だからまあボンキュッボンとか、うん、そのもう AV 女優さんみたいな感じの人がそのロリをあえて演じてるみたいな、そのギャップのエロさで来るんかなと思ってた、うん、その女優さん3人ぐらいおんねんけど、うん、どこにも刺さらんような体。誰かには刺さるよ。ロリやったらロリとか。いや、マジでそのなんかデフォみたいな。教科書、保健体育の体みたいな。ええやんか。なんかそのロリやったらパイパンやん、普通。K なしやん。はい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 。K はあんのよ。じゃあ上がそのフォーマンなんかって言われたら、なんかその、ぺったんこでもない、フォーマンでもない、なんかその、ワンみたいな。厳しいぐらい。ほんまそれぐらいの体で、その顔も、そのロリ顔ではないし、可愛い系でもないし、可愛くはない、可
可愛くもそんなにない、なんか普通の女の人みたいなのが3人ぐらいおって、展開も、まあ、終わってた。どのぐらいだった時間？1時間40分ジャック映画あげー。なんかほんま最初子供の遊び部屋みたいな、 そうね、その市民の人らが集まるようなところの子供が遊ぶ場所みたいなところで、はい、でそこになんか急に250個の電話が運び込まれてきて、それをジャングルジムやと思って女の子が遊んで登ったら、たまたまここに電話が当たってっていうスタートから、クソエロいがいいですよ。そっから30分ただ電話当たってるだけっていう、そのなんかそう30分待って全く同じ喘ぎ、同じ人、同じ体勢、全然何一つ狂わんかったな。いやでも水分多めやったやろ。水分多めか、それもあなたっつうか水分多めやから。確かに、いやそのだからロリやから、その、うん、なんか言っていいか分からんけど、その潮吹き的なことじゃなく、うん、ほんまになんか黄色いのピュッて出てくるで、そのロリパンツ、ああブリーフみたいな女の子さ、うん、入って、うん、そう、それになんか黄色いシミがニュッて出てくるみたいな全然エロくない。なあれ誰が刺さる？抜けてる。抜けへん、抜けへん。抜けへんねや。ずっと息子はもう、ほんまか。何これって。もう完全に外れやんな、あれは。あれはずれです。はずれです。あれはずれです。ええー。ね、お茶の全然抜けるんやつ。いや、抜かないですよ。見て楽しむっていう AV としてね。AV 抜くだけじゃないから。だけやだけやね。AV なんかも全然ちゃうよ。作品性もいいな。映画見ろよ。作品性もないしやいやいや、あの電話ジャングル島すごいよ。よう作ったなって。出落ちやからな。よう作ったな、マジで。に全然やいな。ちゃんと買いました。900円。あんなもん。はい、ああ、したな。でしたね。なるほど。ハズレです、ね、もちろん。じゃあ僕いいっすか。どうぞ。いいっすよ。いや、さすがやな。いい顔してるわじゃあ俺もその送られてきたそのサムネを見た瞬間にチャンナに一応お前って言われるの。そうです、はい、まず見せようかなこれ素人やで一応。あ、そうや、素人設定やで。なに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 、あーなるほどなるほどなるほど、ほんまそうやで、これ僕素人4人言ってたんですけど、なんか初めその AV のハイライトみたいな感じでちょっと短く映るやん、ね、よくあるな。その瞬間にそのプレイ中の女の人がっていうとこから始まるのもう腹立つこいつだけクソと。で、まあ見ようと思って、でそのハイライトだったらタイトル出るやん。出るな。やったらそのイン声っていう、あーサムネでもあったもんな、あえぎ声、イン声っていうのをなんか特殊な4人ですよみたいな、あーなるほど、集められてんねん。なるほどな。そうだから初めに一組目のカップルの前にちっちゃいサブタイトルみたいなのがあって、うん、この人は何型ですよみたいな、なるほど、どういう声だみたいな。そうそうそう、まず一つ目がラップ口調で励まし型AV? AV です。 AV の話してます。 AV ですよ。ほんまそういう型があるの、うん、そういう流派の人や。内容払ってやで、見とったらそのハイライト出てきたの人やって、それよと思って、でバーってプレイしとって、男優さんが上の状態、はいはいはい、の時に、はい頑張れ頑張れ頑張れ、それ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 頑張れ頑張れ、もうラップも違うふざけんなよほんまにな、ラップいろんなラップとかあるかなと思ったら、ほんまに頑張れ頑張れ、はい頑張れ頑張れ、それ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 頑張れ頑張れみたいなのを言ってんのよ。なえるな。その瞬間チャラがなんかっていう顔が想像つくね。気持ち悪いこいつと。こここここで声がって言ってたもんな、ちゃんと。そうなんよ、声がやっぱこう4人目がいいみたいな。あ、いいですよね。で確かに2人目の人はもう普通やってん。その人は野生声型みたいな、うん、野生みたいな感じで、野生動物型。あーなるほど、なるほど。おおおみたいな、うん、あーまあよくあるやつ。普通やねん、うん、もうさっきのがやばい確かに3番目がさ、このカツラやん。あーこいつが寄生パニック型みたいな。あーなるほど。だからイーとか言うんやうっ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 
言うと俺なんか嫌な気分になって、いや嫌な気分になるなそれ全然エロい気分じゃない、いやいやな、ほんまに言うのよこう、大夫さんが上の時にああなるほど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 サムネさん、なるほどちゃんとサムネ通りほんまにサムネ詐欺してないな、サムネ詐欺してないだから俺これ楽しみにしとったやんやあ、言ったと最後が男勝りメアンデー型、そうですね、メアンデー、はい、ペアンデーを名にしてるみたいな、うん、女の人がメアンデー、普通にその人はもうこれが普通にプレイからとかじゃなくて、初めなんかその女の人が奥さんみたいな人が料理してるとこから、ええー、やんキッチンか、そう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 、で男の人がこう、はい、でちょっと何から始まるんだ、ええー、やん AV やん、うん、やったーってやっと4個目プレイ始まるやん、じゃあなんか女の人が急にそのえ、もっといけるよあもっといこうそこ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 もっといこうほんまにこんな男性みたいな声でもう終わりもう終わりまだいけるよあそれ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 もっといこうもっといこう監督みたいな、ほんまにそんな完璧やったね今の、いやほんまにこんなマジでしょ、へえどうできんの、あ、うまくなった腹立つわ男の人何も喋らずに誰に刺さんねんその AV、 いやこれクソ AV やろクソ AV っす、いやそうやろ、これはクソ AV っす、腹立ったわ、抜けず、いや行ったよ行ったんかいおいどこで2番目だと3番目のなるほどなるほどなるほどで行けたよ、体はめちゃくちゃエロい、確かにうまいな、いや問題お前よ、いや俺サムネ見てほしいねんけど、ああいいよ、えこれあれやめっちゃ最新っぽいやん、あのドラマじゃん、コードブルー、コードブルーや、ほんまねめっちゃいいやん、 NHK が医療従事者に迫ってるっていうか、ああ、その人の仕事を追ってるぐらいの編集とカメラワークなんよ、でナレーションも入ってる、ナレーションめっちゃめっちゃナレーションも入ってる、すごい女性の本格的や、その動画の中の最中に地球儀のやつになって、こう文字がこうファーンってこう出るみたいな、番組みたいな、そうちゃんと番組みたいな、もうほんまこいつもう俺めっちゃ笑ってんけど何回も俺もうなんか医療従事者のコントみたいな感じやん、設定は医療従事者なんや、もう完全に、あそう AV の人じゃないんや、で設定としてまずこの地球から精子を出せる男性がもう滅亡的になってると、あなるほど、自分で精子の出し方わからないっていう患者が、うん、なぜか担架で運ばれてくるね、なんでもカメラワークもこう、うん、こう緊急で回した感じのガーみたいな感じでナレーションナレーションバーって入ってんねん、はいはい、ほんでそのこの4人がバーって集まってて、この4人もちゃんとこうリーダーのもう先輩みたいなと思って、でちゃんと新人の子もおって、うん、そのバーって運ばれてきた担架のこう人に男性な男優さんショックショックみたいな感じで、うん、こんなでかい電話持ってきてこうやって待ってあつかーってやんねんでなんか知らんけどこう口にさなんか呼吸器みたいなそのこうやって一応やんねん酸素のやつ酸素のやついらんやろと思ってむちゃくちゃでこうわーってやってこうやってやっ てで真珠の子をこうメモメモ書きしてまず何書いたのでなんかそのまずはそのリーダーの人が何をするのか、その患者を見て判断しなきゃいけないみたいな、抵抗器なのかフェラなのか、なるほどな、それを一瞬で判断する、まずはフェラを選んだみたいな、ずーっと喋ってんそのフェラしてる時もそんなでしたもう声ちっちゃいね動画の方のナレーションベースみたいな、このなんかやって無事解決できたようだみたいなみたいなやってるほんまコントみたいななんか新人も途中動画の途中で私に一回やらしてくださいは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 い新人の何々が自ら手を挙げたみたいな言ってでそうバーって段階運ばれてきた人その人がこう頑張ってこう診断見てあこれはフェラだっつって頑張ってエラーさすねでその男優さんが行くんよちゃんとおあできたやん新人と思ったらそのナレーションで精子を出たがミスだ
って言うねんけど、なんでやねん。何回かは言ってくれ。で最終的にその新人もできるようになるみたいな。うん、成長。そういうのもこう、泣く演技も入って、その子が失敗して、私なんてみたいな。絶対できるからみたいなこう励ましをもらって、で最終的にその子にやってみるって言われて、やりますって言って、その人がやって、で最後その子が行かせれて、でその男優さんがこう、先生本当にありがとうございましたって言って、その子がってやる。やかましいわ。何人見せられてんねんこれ。終始いいっすよ、マジでマジで。その監督のさ脳をさ、そうや、ね、女優たちが頑張るやつ。かわいそうやわあれ。練りすぎて変なんできてんねん。どうやったら売れるかとか考えて。クソ AV やったなぁ。あ、まあクソ AV っすね。クソ AV なんや、ね、マジでクソ AV。どれの、でも阿部美加子さんが、うん、その新人の人なんじゃない。あ、じゃないんや。じゃない、全然中堅ぐらいかな。おい、主役じゃないんや、その人は。緊急救命即ハメ成功センターね。なんて緊急救命即ハメ成功センター。作品名は即ハメ成功。なんで一切構わへんねん。それじゃあどれが逆に当たりやった。3番の地上系ですね。地上系3人の、はい、圧巻の肉体美って言ってた。あ、 4P するやつか。うわー、う、俺初めそれ行こうとしとったから、よかったな。これはもう去年のもうマジでトップぐらいの売り上げの有名、有名な人、もうめちゃくちゃ今をときめいてる人らの。もう一本のハズルのサムネ見せて。はい、な、上司奥さんを寝取り、職人と人妻っていう。めっちゃ良さそうやな。これがですね、職人たちが集まってくるんですけど。職人、だから現場の、え、寿司職人とか、蕎麦職人、大工職人とか。え、同僚、旦那さんが商工会議所かなんかの人で、あの、いろんな人脈を持ってて、はいはいはい、その職人たちが家に来る機会があるんですけど、そのうちの、うわ、そうです。これ有名なやつや。有名です。そうだね、放置プレイってそういうことか。そうです。うわ、その女の人が放置プレイでこう縛られてやんねんけど、その横で、その蕎麦職人ちょっと蕎麦食べてる。何それ。なんか見たことあるわ。うわ、それか。ツイッターとかで有名な。何それ。なんかフォーチプレイでこうやって、なんか女性が目隠しでこうやられてるね。腹ぐらいの、そう、その後ろで蕎麦職人が蕎麦を打つっていう。で、何してんのって。そう、今何してんの。何がいいですか。で、その後蕎麦をこうやってた、これでおっぱいをこうすんね。それがいいとか。いや、もうなんかいろんな職人技、やっぱその寿司職人やったら女体盛りするし、あーで、ね、大工職人やったらカンナって言ってこうこすんで、これをなんかもうこれでおっぱいいじったりしてる。意味わかんない。無理やりやいや、おもろそうやな。いや、これおもろい。それ行きゃよかったな。これおもろい。クソええのに。クソええのに。どんだけ見てんねん、こいつ。まだまだあるんで。全然。まだまだあんねん。瓶で頭殴られるやつは。ド M の人やったら。いや、女の人が。男が女を、うん、バコンって。でもこれ、セックス中に、うん、あの後ろから瓶で殴られる。止まれって言って。止まれ。あ、じゃあもう。ね、セックスすぎて、うん、あのもう撮影終わっても止まらへんのよ。だから、でも、でも、プロレスラーやみたいなのありますから。それすげえな。見たいわ、それ。3つ目の本物のやつは、あの、ゆずりはかれんさんと伊藤真由紀さんと桜ももさん3人の、地上系のやつで、まあまあまあ、好評であれば、はい、舞台でやると思います。はい、高評価の方とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。